はい皆さんこんにちはチームハロンズ黒川ですオーストラリアドル円のテクニカル分析を3分で解説します本日ニューヨーク市場の見通しとなりますまずは結論からはい4時間足ボリンジャーバンド一文金公表下落トレンド進行中ストキャスティックス買いシグナルが点灯ということで、はい、4時間足ベース軟調な展開を予想しておりますそれではテクニカル分析とサポートレジスタンスをご紹介します はい。4時間足ボリンジャーバンド、トレンドの方向性を示す赤い点線21本移動平均線下落しております。ローソク足はといいますと、マイナス2シグマラインとマイナスシグマラインの間を推移しております。4時間足ボリンジャーバンド下落トレンド進行中です。はい。4時間足ストキャスティックスは買いシグナルが点灯しております。はい。4時間足一目均衡表です。こちらは下落トレンドの形状ということです。はい。それでは本日、ニューヨーク市場のサポートレジスタンスをご紹介したいと思います。まずはサポートラインです。 はい、サポートラインは90円の50レベル、90円の50レベルと考えております。続きましてレジスタンス、レジスタンスラインです。レジスタンスラインは91円の50レベル、91円の50レベルと考えております。 はい。本日、ニューヨーク市場の予想レンジ、90円の50レベルから91円の50レベルということです。ポイント、南朝、ゲラクトレンド進行中ということで、はい。4時間足、ボリンジャーバンド、一目均衡費をゲラクトレンド進行中、4時間足、ストキャスティックスは買いシグナルが点灯ということで、はい。オーストラリアドルゲン、本日、ニューヨーク市場におきましては、南朝な展開を予想しております。最後にグッドボタン、チャンネル登録、よろしくお願いいたします。本日は以上となります。